実際に地域に入り込んでのフィールドワークというものを多く活用しまして、主に持続的な地域を作っていくための将来リーダーシップを発揮してもらえるような人たちになってもらう、そういったカリキュラムを組んでおります。一番長い実績があるのが中川町で、地域の観光資源等を動画でプロモーションしていくということをやっています。これは学生たちが実際に地域に入って映像を撮って、それを YouTube とかそういったところで上げているというものになります。最近始まったのが私が担当している栃木市のプロジェクトで、学生が非常に好きなインスタグラムを活用して地域の観光資源をたくさん発信して多くの若い人たちに来てもらおうと、こういったフィールドワークを行っています。今地域経済学科では高い就職率を誇っています。金融、証券、市役所とかですね、警察、そういったところにも行かれておりますし、それ以外にも製造業、流通業と、幅広く地域で活躍できるようなフィールドに就職を皆さんしています。実際に地域経済学科は栃木県内でも非常に注目を特に地元の人たちからしていただいていて、かなり数多くの地域のプロジェクトというのを進めています。それを授業の中でも組み込ませていただいているものが多くて、ぜひ高校生の皆さんが大学の方にいらっしゃったら、こういった地域のプロジェクトに直接関わっていただいて、現場をよく知っていただいて、その経験をもとに社会に出ていっていただければいいかなと考えております。